野崎チャンネル初優勝おめでとう、おめでとうございます。よこおろしにさあそうと、てん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 、もうわかんないよ、歌詞ね。フレー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 阪神タイガース、フレー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 、そこは知ってる。優勝ですよ。いや、2005年以来、はい、18年ぶり、うん、しかも岡田さん以来、はい、また岡田さん、いや就任1年目でまた、あこれもうあれやな、神様やな、大阪で天下統一したから、あ秀吉やなこれ完全にすごいよ。そうですね、ずっと優勝できなくてよ、うん、しかも戦力プラス戦力ほぼゼロやからな。あ、まあそうですね、補強とかでの戦力に関しては、まあ、ノイジーって言ってもよ、うん、別にな、うん、そんな、はい、びっくりするぐらいの、はい、まあまあおらんよりいた方がいいかみたいな、そうですね、感じだね、うん、でまあ森下は1年目だしね、はい、っていうところで、そんなに FA で大型補強したわけでもなく、はい、何か戦力を拡充したわけでもなく、うん、去年とほぼ何も変わらない中で、はい、ダントツです、うん。佐藤さん、優勝おめでとうじゃないですよ、ん、あれおめでとうですよ。いやいや、もう俺はずっと優勝って言ってるからなん、あれはなんだ、あれはあれ、オリックスの時に言い出したらしいんですよ、オリックスの時に言い出したらしいんですよ、うん、あ、そうなんですか、あれ、うん、で優勝って見出したらみんな力んだりするから、うん、優勝っていうのやめろって言われたらしくて、うん、もうあれ、あれや、あ、じゃあ優勝したからも優勝って言っていいんだ、今まであれだったんですよ、でも戦ってる時に言うのはやめよ、でもオリックスの時あれって言ってても弱かったよ、交流戦優勝した時かな、うん、交流戦優勝かなんか見えた時、初めて優勝したのかなって時に、うん、見えたから優勝っていう人は選手が力み出したから、もうそういうのやめろって言ったらしいです、意識しすぎちゃって、意識するな、でもあれって言えって言ってあれって、あ、そうなんだ、でも一緒やん、うん、まあまあ、あれって言ってんだから、まあ、あれもイコール優勝ってことですもんね、うんうん、まあまあでも担当して、いや本当に、でも今年、ね、スタート考えると、うん、あの補強はだからあまりなかったわけじゃないですか、うんうんうん、でしかも青柳投手もいないで、湯浅投手ももうすぐ離脱しちゃったじゃないですか、うん、だからまあ今年が一番の、うん、まあ、最初から紐解いていくと、うん、優勝した結果として振り返っていくと、はい、まず良かったのがポジションの固定やな、マルチポジションをやめて、はい、ポジションの固定して、うん、里輝サード、うん、大山ファースト、はい、で木浪を、でも最初木浪じゃなかったからな、小畑も出てたからな、小畑と木浪は正直最初どっちがどうなるか分かんないところで、まあさね、木浪が自分の力でポジションを取ったっていうところもあるし、うん、はい、でもセカンド中野コンバートして、うん、で、センター近本で、レフトがノイジー、はい、でライトがまあ森下がね結局最後まで出てきたけど、そこも島田とか、うん、井上とかも一瞬出たしな、前川君、前川君ね、まあ、兄ちゃんね、うんうん、いろんな選手が出てきてて、でしかもそのね、去年だったらポジション変えながら試合出させてたけど、うん、もうそのポジションで打てなかったら変えるって言って、サトテルもね、まあ、最初は我慢したけど、うん、途中終盤になってから1回2個落としたりしながら、はい、でそこにね、オロデラとか、うん、あの出てきたりしながら、ポジションをマルチに動かさないで、まあ、固定していくっていうのが、はい、まあ、エラー数はそんな減ってないんだけど、はい、今年も多いんだけども、うん、まあ、それはドシッとして良かったんちゃうかっていうところと、うんうん、まあ、なんて言っても、まあ、大竹の、そうですね、うん、現役ドラフトでの、はい、あの大竹、村上、うん、はい、ここの新生2人大きかったな、大きいですよ、あしかももう10勝だからね、2人とも10勝してますからね、大竹貯金8だよ、はい、村上今現状ね、うん、今この現状で、はい、あの大谷が貯金8、うん、村上貯金5だから、はい、2人で13よ、大きいですよ、去年いなかったのね、はい、だからしかも去年見込んでた青柳不調、はい、懲りたいな、うん、かなりだ、それでもう阪神大丈夫かなと思いましたけど、うん、全然埋めてくれましたね、うん、西純也も今年ちょっと羽ばたくかなと思ったら羽ばたかず、はい、で外国人投手も、まあ、ビーズリーとか、うん、5番手6番手としたらいいピッチャーだけど、うん、上位に入ってくることもなく、はい、西勇輝投手も、まあ、ちょっと、まあ、あれでしたよね、最近まだないいい感じになったけど、うん、全体どうしたら、まあ、期待に応えれず、はい、でも伊藤正史も待って、地味にエグいからな、そうだ、ああ地味にエグい、ね、ちょっとなんか村上大竹の方がちょっとスターダムになってるけど、うん、伊藤正史も日曜日負けへんしな、はい、こう3人10勝10勝10勝だもんね、で後ろもな、はい、浜地湯浅いなくなってるからね、うん、去年からしたら、そうですよね、でそこにね、はい、あ石井ね、はい、が来たりとか、まあ、湯浅だもいいしね、うん、で最後岩崎、はい、っていうところで、うん、まあ、外国人も抜けたり入ったりしてたしな、うん、ケラーとかもずっといたわけでもないし、カジヤか、はい、だからそこら辺もうまく回したな、うん、後ろも、あと島本桐敷、あ島本ね、桐敷、ね、ああ、よかった、うん、
だから島本もね、はい、負けない男だったけど、うん、結局やっぱいいところで投げるようになったから、やっぱいいところで投げ、だから負けがつかない選手って、うん、ある意味不名誉なんだよ。だって関係ないところで投げてるってことだから、うん、やっぱその勝ち試合とかで投げ出したら、うん、それは負けつく可能性高くなるから、まあね、負けがつかないってことは、うん、もう負け試合でしか投げてないっていう可能性もあるから、うん、そこまで名誉じゃないんだよ。そうか、まあ、勝ち負け絶対つかないですもんね、そこまで、うん、やっぱ守護神のそので、うん、勝利の方程式入ってくると、うん、やっぱ負けがつくのはもう隣り合わせだから、はい、だからそこもね、あのその記録がストップしたのも島本が1ランクも2ランクも成長した証だから、うん、残念じゃないよね、あれはね。なるほど、そういう考え方もあるのか、うんうん、だからそういったところでもね、去年から後ろとか戦力減って、うん、バタバタしながらも復活してね、一回ちょっと3位ぐらいまで落ちたけどな、うん、その時でも岡田やめろってトレンドだったからね。ああそう、もうそれすらちょっと覚えられるぐらい。そうでしたっけ。3位になった瞬間に岡田やめろって、まあ、一時期ちょっと停滞しましたもんね、まあ、近本がいなくなった時落ちたんだよな。うん、そうそう、であのオールスター明けに近本帰ってきてから、うん、怒涛の連勝が続いて、近本選手の存在って大きいんですね。大きい、うん、で、まあ、今年のね、このデータから見る優勝のも要因は、うん、まあ、ほぼ 80% 投手陣です。はい、防御率だってめっちゃ防御率が現状 2.64、うん、唯一の2点だ。で先発が 2.83、救援 2.22 やから、リリーフもエグいからね、すごい、ほぼ点取られてないし、村上投手1点台ですよ。うん、あの基本塁打76本でホームラン打たれてへんねん、はい、結局は。そうなんだ、うん、でフォアボールの数がめちゃくちゃ少ないね、260個っていう、その唯一の200個台だから、はい、だから無駄なランナーも出してないし、うん、で失点もあの371と唯一の300点台だから、うん、でその中で関東10だからチームめっちゃ多いからね、関東が。で、ね、うん、で被打率2割2分7厘は、うん、あの一番打たれてないし、クオリティスタート率も 61.90% で一番高いね。だからめちゃくちゃ投手陣めっちゃいいですね、うん、石井投手0点台か、うん、で打つのはね、打率2割4分7厘と、うん、まあ、セ・リーグ1位なんだけど、うん、まあ、特段阪神だけが高いわけじゃないんだよね。でもフォアボールめっちゃ増えたんですよね。そうで、ホームランも69本と、うん、巨人より半分以下だから、はい、ホームランもめちゃくちゃ多いわけじゃない、ね、うん、で出塁率いいんじゃないですか。出塁率は3割2分3厘で一番いい、うん、一番いいけど、 OPS に変えると4位だから。あ、そうなんだ。そうそう、だからその特段めちゃくちゃ高いわけじゃないんだけど、はい、得点圏打率が2割7分6厘、うん、ここは2位っていうところで、うん、まあ、チャンスをきっちりものにしてるっていう、はい、で、まあ、投手陣が抑えるから勝てるっていうところ、うん、でフォアボールがまあ481と、まあ、うん、ダントツで1位っていうところもあるし、はい、でも代打成功率とか1割8分3厘でワースト1位だから。へえ、うん、そうなんだ。でエラーは72個とワースト1位っていうね、まあ、ところがあるから、投手陣やな。いや投手陣ですね、投打のバランスが取れたんですよね、うん、結局点取られてんもんな。だってやっぱ8番キラミやな、 あれ大きかったな。そうですね、クリナップよね、実質、うん、2番坂本だから、うん、2番坂本クリバントみたいなで3番キラミみたいな感じだから、はい、まあ、あれの流れも良かったしね、うん、下位から点が取れるみたいなね、うん、でもやっぱ投手陣やな。私優勝予想阪神なんですよ。あ、そうなんですか。優勝予想当たりました。やったー。惜しかったな、俺の広島優勝予想。あ、そうです、可能性はありましたね。一周一位立ったからな、うん、ありましたね。でも阪神もな、これで優勝して、うん、オリックスと関西ダービーかな。いや、ありますね、うん、オリックス今ダントツですからね。そして俺らもうずっと大阪いるよ、解説。はい、嬉しいっす、道一筋だけ食べれるって道一筋焼き。それどこでもあんのそれ。いや、知らないどこでもあるような言い方してるけど、岡田さんが行きつけないね、うん、お好み焼き屋にそれがあるという、ね、話題になりましたね。その話題もしたしね、今年は、うんうん、そっか、だからクライマックスもほとんど関西で行われるってことか。クライマックス日本車、クライマックス、まあそう、あ、でもまあファーストがね、あ、そうか、ファーストは違う、ファーストが他があるからね、うんうん、まあ、広島だったりとか、うんうん、そうね、日本シリーズ、そっか、ずっと関西か。でも今年京セラでの相性めちゃくちゃいいんですよ、うん、実質ホームホームなんですよ。甲子園京セラ全部ホームなんですよ。へえ、優勝っすよ。いや、オリックスも強いよ、わかんないよ。いや、まだクライマックスシリーズあるからね、うん、そうそう、まだ勝ち上がれるかもね、わからないからね、うん、そこがまさかあるからね、クライマックス。そうか、そうか、佐藤さん、そのまさかをやった男ですからね。そうそうそう、そうだね、うん、いや、強かった。だって最後も、怒涛の連勝で、いや、全然負けてへんで、ほんと、うん、9月、今日現時点で9連勝やからな。そうですよ、うん、だって9連勝を3、4回してんだよね、うん、今年1年どんどんだって、8月、夏休み、8月も7敗しかしてないからね、うん、7敗やで、18勝7敗だからね。
え、で9月1回負けてないんですか、まだ9月はまだ1回負けてない。あ、そうか、まあ、9連勝だもんな。で7月が 1,2,3,4,5,6,7,8敗、うん、1,2,3,4,5,6,7,8,9,12勝8敗、うん、それで交流戦の頃にちょっと負けた。6月がちょっと負けたんだよね。そうだ、6月が 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13敗、8勝13敗1分けだからね、お6月。あ、じゃあそこがちょっと6月だけだね。5月も良かったよ。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,19勝5敗。わお、そう思うとあれですね、やっぱ優勝のキーは近本選手だったっていうのはありますね。あとはこの広島がね、あ、広島結構この8月の2週目の5位6位のヤクルト中日戦の1週間が、うん、あの5敗1分けなんだよ、うん、でここ阪神6連勝だからね、うん、ここが多分ね最後、ここ最後のここでほぼ決まった感じだね、うんうん、今年1年でいうと。で、あの阪神が巨人ヤクルトに6連勝して、まあ、こう結果的には9連勝6、7、8、10連勝してんだけどね。でここが、うん、多分一番のポイントだったね。一気に阪神と差つきましたもんね、1回1位立ってから、うん、そうそう、ここのだってここの1週間で6連勝と5勝、あの5敗だから、うん、一気に差ついてるから。で最後の8、9、10の広島3連戦で、うん、広島が3連勝したら、うん、まだちょっと首の皮1枚残るところ、うん、まさかの3連敗、3連敗怒涛の逆に、あの阪神は3連勝っていう、うん、もうそれ決まったって感じでしたね、うん、そこも4対1、5対1、5対1だから、うん、点全く取られてないからね、うん、それは大きかったね。ピッチャー陣すごいですよ、うん、あと阪神が選手が帰ってくると同時に、うん、広島の選手がいなくなったっていうね、うん、怪我で秋山とか西川とかいなくなったっていうところの、うん、この大きかったね、うん、逆に言うとその阪神が近本いないときに下が行けなかったっていうところも大きいし、あと阪神は全チームに勝ち越してんね、うん、このチームに弱いがないんですね。広島に13勝7敗1分け今現状ね、うん、DeNA13 勝9敗巨人15勝5敗1分け、うん、ヤクルト15勝6敗1分け中日15勝7敗だからもう怒涛の勝ち越ししてるから、ね、それは大きいよね。巨人なんて貯金10作ってるからね、うん、へー現状で。だからあれが全くなかったね、得て不てが、うん、しかも京セラ全勝やしな、うん、だから言ってんね、京セラ全勝なんですか。死のロードとかないねん、天国ロードだほんと多分野球界にいない人だけが死のロードっていうね。いやビジターの方が楽やから全部用意してくれるんだから。あ、まあそうですね、飯とかホテルとか、うん、ただあの練習量が減るだけなの、うん、でも体力的にはもう楽だよ。しかもセリーグなんて東京来てたら3つ一緒だからさ、移動しなくていいわけ。あ、そっか、パリーグだったらずっと移動しなきゃいけないからまだしんどいかも分かんないけど、うん、セリーグなんて、うん、でほど移動しなくてもいいし、しかもそれで強制なんでしょ、はい、クーラー効いてて、うん、ねで全勝やろ強制だすごい、そっか、えぐいよな。いや強かったな。まあでも強かったな、好き、うん、一瞬好きあったけど、はい、まあその後もまだな、近本帰ってきて連勝したし、うん、近本仲間も完璧だったし、しかも策当たるんだよな、うん、森下下げたら下げたらで打つしな、うん、小野寺3番とか言ったら小野寺打つしな、うん、やる策やる策見事にハマっていくからな、ね、岡田采配、うんうん、変更していって変えたらな。で今年結構岡田監督テレビ映ったら結構なんかこう顔柔らかいなってこと多くなかったですか。あ、笑ってるみたいな。アメちゃんだけどね、もうパン屋、あ、そう、パン屋好きなんですよ。パン屋好き、そうかそうか。じゃああれやな、栗山と一緒やな。あ、そうなんですか。阪神の栗山パン屋好きで、でパン屋めっちゃもらってるから。へえ。祖父江選手ってパインアメの実家なんでしたっけ。キャラメル飴じゃん。キャラメルだ、ル間違えたキャラメル王子だった、間違えた全然違う、全然違ったそうだ、キャラメル王子だった。そうですよ、じゃあパインアメ、じゃあ来るんちゃう CM。 もう今もすごいですと思いますよ、うん、広告作っちゃう、パインアメって。へえ。経済効果もやばいらしいですよ、あれすればいいやんな。パインアメと阪神がコラボになって、うん、黄色やん、うん、チョコレートコーティングするね、黒、あ、茶色だ、トラ柄になるやん、うん、コラボ商品。あ、でも売れそうですよね、阪神優勝記念パインアメコラボって言って、うんうんうん、売れそう、チョコレートコーティング、みんな買いますよ、うん、岡田さんがアンストみたいなとか可愛いからね、ベロに置いてるんですとかね、そんなに入れたらみんな買うでしょ、岡田さんは。あ、そういうパッケージってこと。パッケージにして岡田さんが笑顔で買って、うん、そう、うん、もしくはね、うん、でもお前 LINE 作るのが大変やな。あ、まあそうですね。え、でも限定で最初にもう一気にダンって作って。いやでも LINE 作るのもう何千万とかかかるからね。そうなんですか。下手したら億かかるから LINE 作ると。パッケージぐらいだったらできるけど、うん、飴自体は買えれんな、やっぱり、うん、あ、そうですね、うん、でもパッケージだけでも相当売れそうですけどね、うんうん、だってこの久々の優勝記念の、うん、この今年だけのこの今だけのパッケージってなったらみんな買って、うんうんうん、
そのパッケージ取っときますよ、多分。絶対そうですよね、うん、うん、何でもいけんな、うん、いいですよ。あ、パインアメやった方がいいですね、絶対。もう動いそうかもしれないですけどね。もうそうですね、もう多分動いてると思います。そうですね、今までパインアメやってた。まあ、ということでね、はい、まあ、優勝めでたいしね、はい、まあでも今後ね、まあ、どうなるのかまた注目していきたいですけども、はい、とりあえずはね、18年ぶりのリーグ優勝ということで、はい、阪神タイガースの皆さん、そしてファンの皆さん、そして予想した赤羽さん、はい、おめでとうございます。